ケイオスマジックのシンボルとして知られるケイオス球体。ケイオスマジックは1970年代後半のイギリスのウェストヨークシャーで生まれた魔術の一潮流である。西洋儀式魔術やネオシャーマニズムを思わせる様々な技法によって主観的経験と客観的現実の双方を変えることができると多くの実践者は考えている。しかしながら、 魔術が発言する経路は果たして超常的なものだろうかと疑問を呈するケイオスマジシャンもいる。ケイオスマジックとはある特定の体系や様式ではなく既存の諸体系を借用したり組み合わせたり自分独自のものを編み出す実践態度の意いであると理解される。シジル魔術などケイオスマジック特有の技法もいくつかあるがケイオスマジックは極めて個人主義的で各自が 他の信念体系から自由に借用する傾向が強い。この意味において一部のケイオスマジシャンは自分たちの実践をパラダイムの海賊行為の一種とみなしている。よくあるネタの素材としては SF、科学理論、儀式魔術、シャーマニズム、東洋哲学、世界の諸宗教、自分独自の実験的アイデアなどがある。ケイオスマジシャンは 各人各用で極めて多様性に富んでいるものの、どうかの混沌やディスコーディアニズムのエディス崇拝といった混沌風味でひねりの効いたものを枠組みに用いる傾向がある。英語圏ではケイオス的思想を支持するケイオスマジック実践者はケイオトとも称される。日本では一部でカオイストとも称されている。ケイオスマジックの象徴と言われる混沌の陰行はアイトによって 唯一採用された認証用の象徴である。ピーター・ J ・キャロルによって発表された。元ネタはエターナル・チャンピオンシリーズの中のエルリック・サーガに登場する混沌の神の象徴である。芸術家にして神秘家であったオースティン・オスマン・スパーは少しの間だけアレースター・クローリーの AA の仮参入者だったが、他元を赤かち、独力で検算を行った。彼の理論と実践のかなりの部分が、 後のケイオスマジックにヒントを与えた。特にスパーは、シジルの使用法及びノーシスによって、シジルを力あるものとする方法を開発した。最も基本的なシジルワークは、スパーの技法を再現したものである。その方法は、魔術的意図を消失する文句を作り、重複した文字を消去し、残った文字を芸術的に組み合わせて、シジルを形成するというものである。スパーは、 ケイオスマジックが生まれる前に亡くなったが、彼がノーシスに基づく技法を好み、伝統的魔術体系を否定したことから、多くの人はスパーをケイオスマジックの父とみなしている。スパーの死後も伝統的な魔術結社の枠外での魔術師たちの実験は行われ続ける。この実験的風潮には、スパーの仕事の他にも多くの影響源があった。例えば、 1960年代と1970年代初期のカウンターカルチャー、アレースター・クローリーとイズレーエル・レガーディーといった魔術師たちによる魔術の情報公開、ディスコーディアニズムとロバート・アントン・ウィルソンの影響、ウィッカによる魔術の大衆化である。1976年、デッドフォードでピーター・キャロルとレイ・シャーウィンが出会ったことがケイオスマジックの発祥とされている。 そして1978年、キャロルとシャーウィンは、ケイオスマジック団体、イルーメイツ・オブ・サニテロスを創設した。ピーター・ j キャロルの著書ライバー・ヌルによって、現在ケイオスマジックとして知られている、この新しい実験的な魔術への展望は、さらなる進展を見た。この本とキャロルのサイクノットは重要な原点で、あり続けている。しかし、 それでもケイオスマジックは概ね魔術の所流派の中でも極めて非体系的なものの一つである。ノーシスはキャロルによって導入されたコンセプトであり、キャロルの魔術理論においてほとんどの種類の魔術作業にとって必要な特殊な意識状態と定義される。これは魔術の力の源はエネルギーであるとか霊であるとか象徴的所作であるといった従来の考え方に 別の視点をもたらすものである。アレースター・クローリーは、インドのヨーガと仏教の概念である、サマーディを西洋のオカルティズムに普及させ、オースティン・オスマンスパーは、さらにこれを掘り下げて探求した。このサマーディが、ノーシスの先駆的概念である。ケーオスマジックにおいては、性的興奮や痛みなどの刺激を活用するといった幅広いノーシスの方法が考えられている。ノーシスは、 心が一つの手にや、思念や目標にだけ集中し、他の思考は一切押しのけられた時に達せられる。ケイオスマジックのユーザーは各自この状態に達する、自分なりのやり方を開発する。そうした方法は、すべて単純な思考、指示が脳室中に経験され、その後速やかに忘却され、潜在意識に送り込まれると、その指示は、 意識に知られることのない経路を経て実行されるという考えによっている。黒の忍はこの意識状態をマジカルモードまたは魔術意識と名付けて著書に記している。実在の慶オトであるグラント・モリスンはコミックブック女子史ザ・インビジブルケダシ。ダだし、イオスマジックの最も際立った特徴は魔術的パラダイムシフトというコンセプトである。キャロルは哲学者。 トマスクーンの言葉を借りて、魔術の世界観を恣意的に転換させるという技法を、ケイオスマジックの使用コンセプトとした。魔術的パラダイムシフトとは、例えば、ラブクラフト的儀式を行ったかと思えば、次の儀式では、エドレットソ,ソンのルーン魔術本から取った技法を、用いる、といったもの。この二つの魔術的パラダイムは、とても異なっているが、 個人が一つのパラダイムを使っている間は、他のすべてのパラダイムを無視するほどにまで、それをすっかり信じ込んでいるのである。信念体系を意のままに変えることは、ディスコーディアニズムの信奉者たちも実践することがある。何も、真実ではない、すべては許されているは、よく引き合いに出される、ケイオスマジックのモットーであるが、これは中世ペルシアのアサシン教団の教主ハサンサッパーフの言葉とされ、 フリードリヒニーチャが道徳の系譜第3論文24節で用いた引用句である。クローリーの何時の意思するところをなせ、を法のすべてとせいよと同様に、この文句はしばしば誤って客観的真理などというものはない。だから何であろうと自分の選んだことを行うのは自由だと文字通りの意味に解釈される。しかし何も真実ではない。すべては許されているとは。 解釈を不縁すれば、私たちの知覚を離れた客観的真理などない、ゆえに、あらゆることは真実であり可能であるという意味になる。アイットにおいては、これが言葉通りに考えられていたとされる。参入儀式において、あなたは究極の真実がないと知っているか、と尋ねられるということを、元アイットメンバーの黒の忍が著書に記している。信念は、受動的に、 無意識的に信じ込むだけのものではなく、自らの意志によって意識的に利用できるツールであるということ。一部のケイオスマジシャンは、普通ではない奇抜な信念を試みることはそれ、自体価値のある経験だと考えている。彼らにとって、信念の柔軟性は、ある種の強みであり、神経回路が型にはまらず自由に機能しているという意味での自由である。一方、魔術作業にはどんな、 信念も必要ないというケイオスマジシャンもいる。パラダイムの海賊行為。パラダイムの海賊行為という言葉は、意のままに信念を変えるという、この実践の名称として、ジョシュア・ウェッゼルが作った造語であるが、その意味では、パラダイムの海賊行為は信念を変えることの、魔術的側面により、むしろ宗教的な面に重きを置いており、ケイオスマジックを実践するには、 パラダイムの海賊になる必要があるというわけではない。ピーター・ j キャロルが混沌魔術なる一部を起こしたのが英国であったように魔術の中心は英国にあった。そこで1990年当時アイトに所属していた黒の忍が魔術結社スリーシェオルから間骨打退した BPW を結成。日本で初の本格的な混沌魔術団体となる。彼らは既存の魔術団体の 二会制度を放棄し、新たにクラスを導入と研究班の設定をした。また通信教育を主体として活動。初級クラスから始まり、月一回と独テキストと指導書を読みながら学習するというものであった。そしてある程度の実力に達したら、参入儀式を経て初めて会員となり、中級へ進む。中級で魔術のほとんどを習得し、 上級過程に進むというものであった。三部構成のクラスは、いるとは違い、クラスと階級は異なるものとされていた。中級以上のメンバーは、研究班に加わることができ、そこでは、混沌魔術班、儀式魔術班、河原班の三つがあった。機関誌、ネメシスが、年一回発行され、13冊発行されており、革新的で挑戦的な内容は、日本の魔術界に、 大きな衝撃を与えた。現在、BBW の資産は混沌の騎士団に継承されている。ありがとうございます。